おはようございます。今日もめっちゃ暑い、めっちゃ暑いです。日向にいるとすげえ汗かく。一日頑張っていきましょう。はい、ということで散歩から帰ってきて、これから編集作業でございます。今日はですね、ポケモンのデッキをですね、ちょっと買いに行かなきゃいけないので、なるべく早めに2時間ぐらいで編集終われたらいいなって感じですね。じゃあ早速やっちゃおう。はい、そんなわけで編集終わって今書き出し中でございます。時間は10時57分なので、まあ大体2時間で編集終わったかなって感じですね。で、この後サムネ作ったり説明概要欄の文章を考えたりなどしなきゃいけないので、まあ11時半ぐらいにアップ指示かけて買い物にちょっと行きたいなと思います。ということでポケカのですね、スターターデッキ買いに行きたいなと思います。暑いな。これですね、悪のデッキと塔のデッキ、それぞれ一つずつ買いたいなと思います。無事ポケカゲットしたので、ついでに外出たからスタバでも行こうかな。これめっちゃ美味しそうだね。マルタケリピーチフラッペチーノって、めっちゃ美味しそう。ピーチフラッペチーノゲットです。奥さんの分もね、急いで帰ろう。はい、帰宅しました。ジューシーフラッペチーノいただきたいなと思います。うちの奥さん絶賛でした。めっちゃ桃入ってる。おう、おいしい。これはうまい。じゃあお昼ご飯までにビログ動画少しだけ編集しちゃいたいなと思います。頑張るぞ。はい、お昼ご飯までにですね、ビログの編集終わりました。そしてこのジューシーピーチフラッペチーノめっちゃうまい。これ相当うまい。リピート確実。すごいおすすめです。そんなわけで今月のふるさと納税届きました。開けてみましょう。なんでマティが気になってんの。開けてみましょう。クヨじゃないよ。さあ何が入ってるでしょうか。おー、ハンバーグあるよ。ハンバーグが2つ。あとはまたあれだな、しゃぶしゃぶ肉かも。すごいね、これ美味しそうだ。そんなわけでまたこの発泡スチロールを処分しなきゃいけないということですね。めんどくさいな、マチくん。マチなんとかやってくれませんか。今日のお昼ご飯はこなやのカレーうどんです。これがね、めちゃくちゃ美味しいんだな。このスパイスを入れると辛くなります。美味しそう。はいね、昼ご飯食べ終わってビログのアップロードも終わったんですけども、最近気になってんのはこれね、 DMMA 会話ですよ。これね、今初月50%オフなんですよね。もともと6480円が、まあ、初月だと3240円で、1レッスン105円。めっちゃ安いよね。まあ1レッスン25分なんですけど、で最初にね、無料体験レッスンがあるので、これ2回受けられるらしいんだけど、これ1回だからちょっと受けてみたいですよね。で先生が132カ国、6500人の先生がいると。すごいな、これ。まあ、ネイティブの方だとまたね、別料金になるみたいなんだけど、ネイティブの方含めると15,800円に上がるんだけど、それでも安いよね。で、ちょっとやってる方のね、動画、感想動画とか見たんだけど、教材が素晴らしいらしいんですよね。レベルごとにいろいろな教材があって、今これビギナーなんだけど、こうやって上がっていくんだけどさ、自分のレベルに合わせた教材がたくさんあると。で、しかも、このデイリーニュースっていうのがあって、これだと、毎日のこの日々の時事ネタについても先生と会話ができる、レッスンできるみたいで、これいいなと思って、DMMA 会話最近ちょっと気になってます。まあやるんだけどね、やるんですけど、じゃあ無料体験登録しとこう。今日公開のビログが処理でずっと止まってたので、もう一回上げ直してますが、
いつも5時に上げてたんですけど、ちょっと今日は間に合いそうにないですね。まずいなこれ。なんで処理止まっちゃってんだろう。はい、マティクの散歩中です。夕方散歩、今日は風が出てて気持ちいい。お家帰ろうか。じゃあお家帰るか、マジな。学校はどうですか？大丈夫だよ。ちょっと疲れてきた？うん、疲れる。疲れるね。今日は特に体育があったのでめちゃくちゃ暑かった。暑いよね、うん。でも教室にエアコンついてんでしょ？うん、エアコンついてる。今年からつけられるようになったんだよね、うん。だから帰ってきたら天国だね。そうだよね。去年までは大変だったもんね。うん、ずっと扇風機だったからめちゃくちゃ暑かったね。そうだよ。だからこそ7月がね、早めに夏休み入ったりとか去年はしてたんだけどね。うん、あ、そういえばその通知表が、うん、2学期制に変わった、2学期じゃなくて前期後期制に変わったらしいから、うん、その先生たちがその通知表をいろいろ審査じゃない判定、うん、そういうのに必要な時間を取るために一応短縮日課が来るかも。来るかもというか来るね。あ、そうなんだ。今度、今月、今月、来月、来月か、うんうん、結構長めに来るっぽいから。そう、よかったね。うん、ラッドちゃん、じゃあ今日はこの辺りにしたいと思います。今日の動画が気に入ったと思った方はぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いしますね。じゃあまたビログ更新できたら明日お会いしましょう。バイバイ、はい。